2020年のオリンピック、また災害復興事業等でインフラ整備が最盛期を迎える建設業界では、職員の長時間労働の是正などが重要課題になっています。当社も事業の一層の発展を支える人材を確保・育成するには、IT 環境の整備をはじめとする働き方改革が急務だと感じていました。図面などを現場で見られなければ、作業中に確認点が発生するたびに事務所に戻るような必要が生じるようになります。業務効率から考えると、タイムリーに情報にアクセスできるデータの保存方法を考える必要がありました。従来現場等で使用していたNASの故障、災害によるデータ消失リスクや維持・運用にかかる負荷などを考慮すると、クラウド型ストレージの導入を検討すべきと考えました。ドロップボックスは操作画面が分かりやすく、 IT に詳しくない人も簡単に使える点を評価し導入を決めました。過去の現場のデータは増える一方なので、 NAS だと次々増設が必要になりますけれども、クラウドサービスなら容量拡大も柔軟に行えます。我々は過去のデータを参考に仕事をしていくことが多いので、これは非常にありがたいと感じました。現場で iPad さえあればドロップボックス上のデータがどこでも閲覧できるのは非常に便利です。それからデータを共有できるので、現場でいろんなデータ、写真とかを閲覧できるのも便利です。建設業界ではジョイントベンチャーや協力業者など複数企業との情報共有が欠かせません。ただ自社のファイルサーバーを外部に公開するのはセキュリティやコンプライアンス上の問題があります。ドロップボックスは閲覧権限などを詳細に設定できるため、安心してファイルが共有できます。またドロップボックスに保存した写真をもとに写真帳の作成を外部委託するなどの実施をしています。スマートシンク機能を有効に活用することにより、ストレージ容量の少ないパソコンでも十分な実作業ができること、また大容量のファイルであってもきっちり同期していただけるため安心して使っています。その他、全社のコミュニケーションツールをマイクロソフトオフィス365に移行したり、本社のファイルサーバーをクラウドに集約する取り組みも進めているなど、働き方改革は経営上の重要テーマの一つになっています。一連の取り組みを支えるものとして、これからもドロップボックスには期待しています。